南越谷の皆さん、よろしくお願いします。いいですか？いいですよ。 ありがとうございます。こっちで食べる年越しそばは特別ですよ。明治毎晩違う小説を読んでいるかのよう なんかそういう感覚で全く飽きずにですね。いや今が楽しければよくない？なんでそんなんで仕事できんの？365日死ぬまで人んち泊まり歩きたいです僕。